高木さんちの今日のご飯へようこそ。高木です。はい、ということで本日はこちら、どどん、同製の卵焼き器をなんと視聴者様からいただきましたということで、これを使った卵焼きを紹介していきたいなと思います。同製の卵焼き器って熱伝導がめちゃめちゃいいんで、それこそ卵焼きのプロの方とか日本食の方とかよく使ってらっしゃるんで、ちょっと今回は楽しみだなっていうのでやっていきたいと思います。どんな卵焼き器でも全然いいんですけど、ちょっと変わった卵焼きを3つご紹介していきたいと思います。どれも簡単にできるのでぜひやってみてください。ということで本日もいってみよう。本日の食材はこちら、卵、そしてフィッシュソーセージです。普通のソーセージでも大丈夫です。それではまず1つ目、こちらの魚肉ソーセージをここの幅に、あーほぼほぼやね、ちょっとだけカットします。これでちゃんと入るかな、ほら入った、ちょうどですね。そしたらこれを剥いて、はい、剥けたんでこいつはもう OK です。はい、そしたら卵を2個、僕ね砂糖は甘い派なんで砂糖をまあ小さじ半分ぐらいですかね、混ぜます。はい、そしたら準備完了です。はい、では卵焼き器に油を敷いてあげて、よし、温まったら卵液を少し流します。はい、軽くできたらソーセージを入れて、こいつに絡みつけるように巻いてあげます。こんな感じで巻きつけながら巻いていきます。箸とフライ返しとかがあればこんな感じでやってあげるとめちゃめちゃやりやすいですよ。そしたらまた油を敷きの卵液を入れていきます。はい、ちょっと半熟になったらまたどんどん返してあげます。これ結局手でこうやってこうね、フライ返しじゃない、人力が一番そしたらまた油を敷いてあげて卵液を流してきます。よし、ある程度できたらまた、そしたらつなぎ目を今火止めたんですけど余熱で温めてあげてください。はい、では焼けた卵焼きをドーンと置いて、ここにラップをします。シュッ、そしたらこの卵焼きを巻いてあげーの、ここから竹ひご5本と輪ゴムを2つ使ってきます。まず輪ゴムをよいしょ、両端につけてあげます。よいしょ、そしたらここに竹ひごを、間隔が等間隔になるように竹ひごをこんな感じでやってあげます。これがねちゃんと均一になるようにしっかりやってあげるのがポイントです。ちょっとしっかり押さえてあげて、でこのまま10分ほど置きます。さあ10分置くとどうなるか、ディディン。はい、では10分経ったのでこいつを開けていきましょう。ドドン、まあちょっと試しにね切ってみましょうかね。じゃじゃん、花形の卵焼き完成です。これが1つ目です。はい、では続いて2品目です。今回は卵3つ使いましょう。2つ割ります。別の器に卵白だけ、わーとととと、卵白だけ用意して卵はこっちに入れちゃいます。さっきがね甘めのやつだったんで、今回はちょっと白だしとかね小さじ1杯分ぐらい入れたりなんやりして混ぜます。いや、正直味付けは何でもいいんですよ、甘いのだろうとしょっぱいのだろうと。はい、できました。そしたら先ほど同様に油を入れて伸ばしていきます。はい、温度が上がったら卵焼き焼いていきます。まず3分の1ぐらい卵液をまず流し込みます。そしたらまた油を敷いて、また3分の1入れてきます。ちゃんと中まで入れてあげてください。軽く半熟になったんでまた巻いてきます。はい、こいつはもう OK です。1回器に移します。そしたらまた油を敷きの
温まったら残りラスト3分の1の卵液を入れていきます。これは巻かずにしっかり固まるまで置いておきます。またねちょっと膨らんだところは潰してあげたりして。 OK です。じゃあ一旦火止めます。それじゃあ焼き上がった薄焼きの卵をフライパンにポコイッと、型がある方はハートとか星とかで型やってくださっていいんですけど、もしなかったらこういうペットボトルのキャップでいいんで、これでいくつかくり抜いていきます。はい、できました。はい、では先ほどの向きでまた卵焼きを戻します。ちなみに全部弱火です。ここに初め分けた白身を流していきます。ちょっとねスプーンの端っことかで切りながらやってあげると、こんな感じで切りながら入れてあげると入れやすいのでおすすめです。ほい、ではここでちょっと火を止めて、あとは余熱で軽く温めてあげます。先ほど焼いたちっちゃい卵焼きを持ってきて、ここにさっきの水玉を持ってきます。おお、いい感じに水玉ですね。これを一周もう手でぐるっと巻いてあげて、じゃじゃん、水玉の卵焼き完成です。これで2品目 OK です。まあまあまあ食べやすいようにね適当に切ってくださっても大丈夫なんで、3品目作っていきましょう。卵3個入れます。卵白と卵黄をすべて分けちゃいます。卵白をボウルに、分けるの苦手な方はまあ僕なんですけど、新鮮な卵を使ってあげると卵黄が割れにくいのでおすすめです。こちら卵白をメレンゲにしていきます。メレンゲ作るコツがあって、まあハンドミキサーが最高にいいんですけど、そんなものはないので、1を、漢字の1を書くように左右に振ってあげます。これである程度作ってあげたら、これである程度泡がちゃんとできてきたら、今度は空気を含ませるようにしていく。はい、ちょっとこれぐらいねなってきたら、ちょっと全体に空気を入れるように混ぜていきます。これぐらい泡立ってきたら砂糖大さじ1入れてまた混ぜます。そしたらまた大さじ1入れて混ぜていきます。角が立ってきたんで OK です。先ほどの卵黄に片栗粉小さじ半分入れて混ぜてきます。では混ざったら卵黄を入れて、半分ぐらい入れて軽くサクッと泡を潰さないように混ぜてあげます。そしたら残り半分入れて、また泡が潰れないようにさっくり混ぜてきます。よいしょ。そしたら一番弱い弱火にして先ほどの卵を入れてきます。卵2個でよかったかなちょっと卵2個に変えておきますんで、卵2個でやってあげてください。蓋ができない蓋がない時はね、代わりにアルミでねちょっと代わりしたりなんかして、これで一番弱い弱火で4分加熱していきます。はい、4分経ったんで開けてきます。ドゥワッと、うおー、うましょう。ふっ、2つ折りにしていきます。うお、見てこれ、フルフル。こっちの口を少しだけ焼いてください。そうすることでちゃんと固まるんで。はい、スフレ卵焼き完成です。うわ、これはテンション上がる。卵焼き3種完成です。はい、というわけで完成いたしました。ドドーン、卵焼き3種。いやー、急いで食べないとこのスフレがどんどん潰れちゃうんで、早速いただきます。いやー、見てこれ、ほらほらほら、これ卵だけとは思えないぐらいふわふわじゃないですか。ふわふわ、めちゃめちゃシュワッとするよ、きっと。いただきます。あー、これはめちゃめちゃうまい。ほんとあのケーキみたい、ほんとスポンジケーキみたいな、もうそれぐらいふわふわしてて、
口の中でとろけます。まあ残り2つはね、ある意味本当にお弁当とかに入れるといいかもですね。花形の卵焼き、うん、うんうんうん、おいしいおいしい。普通、いや普通って言い方はあれですけど、普通に魚肉ソーセージの入った卵焼きやなって感じです。水玉の卵焼き、まあいただきます。うんうん、白だし入れてるからやっぱだし巻きに近いちょっとしっかりしたしょっぱい感じの味で、まあまあ優しい感じのしょっぱさで美味しいですけど、うちもともとが砂糖派だったんですよね。卵焼きに入れるのは甘い方が好きだったんで、ダントツでこのスフレですわ本当に。だってこれ小麦粉使ってないんだぜ。これでこんなふわふわになるって卵すごい。一個気をつけていただきたいのが、スフレは本当に作って出来上がったその場からどんどんしぼんでいくんで、出来上がってすぐ食べるか、作るのを食べる直前に作ってくださいね。昔食撃の層までもありましたけど、みんなが食べる頃にペシャンコーとかなったらね、いくら頑張ったところで悲しい結果になっちゃうんでね。ごちそうさまでした。はい、というわけで本日の動画はいかがだったでしょうか。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。スフレ卵のお布団やー。